こんにちは、ノマです。パワープルプレイやっていきます。今回は、みんなの PSR 何出たか、皆さんとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、エイプリルフール10連ガチャに今年も PSR ガチャ券のおまけが1枚ついていましたと。いうことで、毎回恒例の皆さん何出たんですかを募集させていただいたところ、現在時点で115件のリプライがつきました。ありがとうございます。で、今回はね、皆さんと一緒に見ていければなっていうところです。で、今回に関しては、エイプリルフール10連ガチャの結果のみを貼り付けされている方も結構いたので、まあ、その方々もサカサカっと見させていただきながら、まあみんなどんなんでたんやろなっていうところで、羨ましがったり、まあちょっと煽りあったりっていう感じになればいいかなっていうふうに思ってます。では、行きましょう!ということでですね、はい。チケットはチビルミナでした。おめでとうございます。それ勝ちですね。はい。チケットつくもでした。はい、おめでとうございます。ていうかさ、このさ、中身もさ、結構面白くてさ、箱崎とか、あとは、まあ、他誰だろうね。誰か使えるキャラもいるんじゃないかな。ちょっとね、全部をね、僕も把握してるわけじゃないんでわかんないですけど、ていうかこの下がもうすでにやばい結果になってますね。かぐやの PSR 出てますね。おめでとうございます。スクショ取り忘れてましたが、ビクターでした。てか僕、ライクをつけてなかったね。せっかくくださっているので、ライクをつけていきます。はい。で、次。別バー、はよ。てか、チューちゃんって別バー、ほんとあれしか出てないですよね。ユニフォームだけかな。もうちょっと出てもいいんだけどね。はい。北方でした。はい。全然大丈夫です。混ぜました。混ぜました、ワラス。はい。まもるくんでした。おめでとうございます。小筆ちゃんでした。小筆とかほんとしばらく出てないよね。おー、これはいいんじゃない?この葉は普通にいいでしょ。わら。やべた。はい。おー、マキマ。いいですね。マキマとか出るんやな。まあ結構ね、ガチャチケ出るからね、意外と。これでした。はい、おめでとうございます。闇の。まあこういう感じで、今回は、この10連結果をね、まあ、僕がね、もうちょっとね、細かく言っとけばよかったんだよね。もうちょっと、おまけの方ですよって言っとけばよかったんだけど。はい、おめでとうございます、マキマ。強。マキマね、結構出てるな、マキマな。おー、翼ちゃんが出ちゃった。おめでとうございます。これはね、めでたいね。強い。あ、大神もいいですね。結構、まあ、上々ですね。石沢演武とかも普通に強いし。くね。くね。わら。タルモトガチャ。タルモトやば。タルモト4枚出とるやん。オリベミュー。デンジ PA さん。すげー。動画制作頑張ってください。あ、こういうコメントめっちゃ嬉しいっす。ありがとうございます。かっちゃんさん。しょっぱ。まあ、みんなこれだからね。しょうがない。久しぶりの顔ぶれですね。いや、懐かしい。なんでこれにしたんだろうね。当たりでした。おー、おめでとうございます。サイリー。こちらでした。はい、ありがとうございます。すげー、サイリーとかめっちゃ出てるじゃん。僕もサバカ引きたいね、これ早く。はい。かぐや、おめでとうございます。てかさ、マジすごくね?かぐや出すぎじゃね?かぐややばく、かぐや率やばくないか、これ。かぐやとサイリの率やばいんだけど。はい、おめでとうございます。あ、明神、全然強いっすよ。全然明神悪い。おー、マキマ、おめでとうございます。マキマと明神とサイリ出すぎじゃない?当たりばっかや。すげー。マジで、そんな出んの?出すぎじゃない?いや、おー、すげー、かぐや。いや、割とさ、この当たりキャラ、おぉ、元なんだけど、すごい。これはパワーかな。ちょっとパワーとマキマはさ、分かりづらいね。髪の色が似てるから、こういう感じになると。ミキサーで出た。おめでとうございます。おぉ、マニーもいいですね。すげえ当たるじゃん。右下の人って強いんですか?いやー、これね、強くはない、ね。ピース揃いました。おめでとうございます。いやー、サイリはね、あ、かやのちゃんは結構強いです。すげー。マジで?ちょ、やばくない?今回。デンジだしさ。すげー。そんな出んの?すごすぎない?あー、通常ね。でもこれもニューだから嬉しいですよね。すげー。美意識。そう、美意識はね、喜びにくいんだよね。まあまあ、確かに強い方だけど、みたいな。いやー、いいですね、パワーちゃん。おー、玉を。すごくね、なんか当たりばっかり出てますね、マジで。そして、サイ。すげえ。
デビルの時代に戻りたい。なんかこういう画像がたくさん来ることを予想してたんですけど、全くそんなことないですね。すごっ。咲いてる。春だけど咲いた。ああ、いいですね。美意識ですね。いやー、ほんと、すげえな。今回やば。みんな勝っとるやん。いや、勝ってる人が投稿しやすいのは、わかってるので、今来るんですけど、あたりは。さっきも話しましたけど。ただね、ここまでね、数多いのはね、初めてかもしれない。小平出ました。おぉ、すごっ。マジでエグくない？男ばっかですね。はい、おめでとうございます。そして、モード。スクショ取り忘れたけど、ノーミです。おめでとうございます。あー、なるほど。45。さすがにな。さすがにな。水鳥とヘビシバ2枚。あー、まあ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 。結構、まあ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 の人が多いですね。あ、ありがとうございます。当たりの方ですね。おめでとうございます。いや、ほんと嬉しいわ、こういうの。はい。ということで、あとは表示限界が来ているかもしれないので、ちょっと見れないんですけど、まあ皆さんの結果をザクザクっと見させていただきました。で、僕自身もまだ引いてないので、ちょっとサバカの方かな？引こうかな。本枠の方は、ちょっと PSR まとめてまた引こうかなって思っているので、その時楽しみにしてくださいということで、一瞬時飛ばしします。時飛ばし。はい、ということで、戻ってまいりました。チャレンジとかボックスとかひっぺ返したら相当 PSR ガチャ券溜まっていたようなので、この4個枚も一緒に行っちゃいたいかなっていうふうに思います。まずは SR ガチャ券から行きましょう。もうおまけなのにさ、こっちがメインぐらいのレベルになったね。5枚とか引くと PSR ガチャ券。さあ、まだまだ欲しいよ。いろんなキャラクター。お、犬山。まあ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 。まあ、こんなもんよなって言えばこんなもんですけど、犬山が出ただけ、ラッキーって感じなんですかね。はい。では、PSR ガチャ券5枚いきましょう。できれば、やはりマキマあたりは、僕も欲しい。まあちょっとね、もうサバカ勝ってるからね、別にもう、なんとも言えない感もあるけど、これ以上出たらやばいことになるけど、やばいことになるけど、本赤の方で勝たしてくれや。毎回ね、本赤で帳尻合わせされるのも疲れるからね。安定してとりあえず。安定してお願い。あ、ちょっと、やばいやばいやばい。よーまあ、世の中そんなもんよな。はい、ということで、火事が出ました。まあ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 。まあまあ、まあまあ、こんなもんですよ。ちょっとミキサーしてもいいね、このメンツだったら。っていう感じです。火事ねー。いやー、火事ねー。もうやる気150とかさ、レベル20とかでつくキャラいっぱいいるのにさ、今さら50で150つくキャラ来てもな、みたいな。はい。ちょっと、マジさ、すごいネタ来ましたね。火事2発とかさ、どんな確率？これで100体ぐらいいてさ、火事が選ばれる確率でどんな？みたいな。はい。まあ、これが、現実です、皆さん。まあ、こんなもんなんですよ。前回のね、サバカのね、ガチャチケ動画っていうのは、あれはぶっ壊れてます、マジで。いやー、はい。ちょっとね、一回ぐらいミキサーしますか。PSR ミキサー一回ぐらいやりましょう。今のメンツで。あ、まあ、サイガとかはな、別バージョンあるからな、ナイトメールとかやるか。あと誰？できそうなキャラ、あんまいねえんだけど。保管庫とかにいるかな。はい。まあ、この辺の、まあ、サガラとか、ちょっとなんか難しいな。ああ、難しいな。割と選択が難しいです。まあ、天木とかも出てこないんかな。ちょっとわかんないですけど。なんか宝塚でいいか。宝塚さすがにないでしょう。はい、これでラスト1回だけやりたいと思います。宝塚はもうないでしょう、さすがに。って思ってるんだけど、しばらく戻ってきてないから。シュバリエね。はい。ということで。まあ、うまく、こう、いい方向には転生されたんですけど。まあまあまあ、ちょっとね、火事が面白かったんで、この動画はもういいでしょう。これだけで皆さんから高評価いただけるんじゃないかな。火事で笑った人、ぜひ高評価お願いします。はい。ということでね、皆さんも誰が出たかコメント欄で教えていただけたら嬉しいかなっていう感じです。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。